シンクロメッセージ。シンクロメッセージは皆様向けのキーワードです。心の天気予報、知っておけば対処もできる。慌てず騒がずに楽しむのが一番。すぐにピンとくる方、数日してから気づく方、忘れた頃だって OK です。本当に心が求めた時にシンクロは起こる。誰もが平等にメッセージを受け取ることができます。どれだけ心を敏感にしてキャッチするか、ただそれだけです。さあ、勝ち風水のエレメントグループ分けでお届けします。まずは日のグループ、情熱の星座、お羊座、獅子座、射手座。日のグループはですね、ちょっといろんなことが崩れますね、うん。まあ、崩れるからまた立て直すチャンスと思えば、うん、助言者がちょっとアドバイスしてくれるような人も現れるので、一生懸命立て直してみてください。捉え方ですね、うん。はい、地のグループです。安定の星座、おうし座、乙女座、ヤギ座。はい、みちな。一言です。待って。ワンハウス、ハウス。わかりました。以上です。あ、以上です。はい、風のグループ、伝達の星座です。双子座、天秤座、水亀座。こちらはですね、ちょっと一歩引いて心の目でこうじっくり見てみてください。いいことかな、悪いことかな、どうかな、何のためにこれが起こってるんだろうかな、うん、っていうふうによく見てみるといい週です。はい、はい、かしこまり。最後、水のグループです。感情の星座、カニ座、サソリ座、魚座。ちょっとしんどいことがあるかもしれないですね。なんかどうしようって思うような週ですね。でも必ず一歩一歩進むので、はい、頑張ってみてください。いいですね。水のグループの方にも優しくしてあげましょう。シンクロメッセージは心の軌道修正、お役に立てたら嬉しいクリスタルパワーです。下回らさあ、クリスタルからの素敵情報が誰かの心に届きますように。毎日がロマン飛行、未来へのバトン、みんなが夢の途中。毎週金曜日10時からの2時間、クリスタルイズム。次の番組はキノポップさんのレディオジュークボックス。今日はどんな曲が流れるのでしょう。いや、つつがなく終わりましたね。雨も上がってきましたね。風もちょっとだけね、来ましたね。滑りやすくなってますので、ね、気をつけてください。水の場合もだいぶできてますね。はい、はい、気をつけてください。泣いたり笑ったり困ったり驚くことも時にはあります。でも大体が嬉しいことなら全部素敵な人生のスパイス。クリスタルからの幸せな時間のおすそ分け、音楽と言葉の魔法があなたの人生のお供をします。クリスタルイズム。合言葉はお互い様にありがとう。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。